今日は伊勢神宮外宮にお参り行った時の話をします。ここは伊勢神宮外宮の参道です。横断歩道を渡って奥に進むと橋があり鳥居が見えます。外宮の橋を渡る時は左側を通っていきます。さあ渡ってみましょう。橋を渡るときに私はあることに気がつきました。主人がどうしたのと聞きます。それに私は答えました。ああ、これが内宮と外宮の違いなんだなと思ったの。内宮はあなたも知っているように天照大神様をお祭りしています。外宮は途上家の大神様をお祭りしています。豊受けの狼様というのは、天照大神様のお食事を司る神様とされています。それでね、伊勢神宮ってこういうポスターをよく見かけるでしょ？まず鳥居をくぐって、その次に宇治橋を渡って、それから向こうに見えてる鳥居をくぐる。それが伊勢神宮のイメージじゃないかなと思うんです。でも実はこれは伊勢神宮の内宮を表してるんですね。外宮はどうなっているかというとあんまり思い出さないかもしれませんがこちらです。参道からいきなり橋を渡り、そして向こうの鳥居をくぐります。伊勢神宮って鳥居をくぐるイメージがあったんです。鳥居をくぐって橋を渡るっていうイメージがあったんですけど、それは内宮だったんです。お伊勢さんのお参りは外宮を先に、それから次に内宮にお参りするということになっています。それじゃあ外宮とはどういうところか？外宮は衣食住の産業を司っています。内宮はどちらかというと日本全体を守っていると思ったらいいでしょう。豊受けの狼様は神話には豊受け姫として出てきます。イザナギイザナミの国生みの神様がいます。このご夫婦の神様は日本列島などを生み出しました。ある時奥さんのイザナミさんがカグツキという火の神様をお産みになり、それが元で病気になり亡くなってしまわれました。古事記には病気になって苦しまれた時のことが書かれています。床に伏せて吐いたり大便をしたり小便をされました。その時に吐かれたものを大便小便お遺体からそれぞれ神様が生まれました。吐いたものからは鉱山の神様の男女、大便からは土壌の神様の男女の神様が生まれました。小便からは水の神様と海湖と五穀の神様がお生まれになりました。海湖と五穀の枠結びという神様は豊受け姫をお産みになりました。豊受け姫は食物の神様です。豊かさを受けるという名前の豊穣の神様です。だから内宮だけでなく外宮も伊勢神宮の神様として崇めお礼申し上げるということです。それから私たちは外宮の御正殿に行きお参りさせていただきました。手を合わせていると腹の底の奥の奥がぐるぐると動き出しました。主人も私も急にお腹が空いてたまらなくなりました。外宮の参道の商店街にあります丼屋さんに入って赤木としらすの丼をいただきました。とても美味しかったです。主人と二人で、ああ美味しかったねと言っている時にふと気がつきました。あれ？お腹は満腹になっているのに。
胸の奥と腹の底のものがなくなっていると思いました。主人が私を見て、あれ？どうしたの？と聞きました。私は胸の奥にずっと持っていた、腹のところにずっと持っていた、何年も持っていた怒りが消えてる。怒ってた相手のことも、なんで怒ってたのかなんてもう全く思い出せない。どうでもいいことになっちゃってる、と驚いて答えました。主人は下空の神様のおかげかな、と言いました。うん、きっとそう。豊家さんのおかげ。ありがたいね。本当によかった。と思いました。豊家の王神様、豊家姫様、本当にありがとうございました。